はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はいつものガジェットと違ってね、今日はこちら梅酒をご紹介していきたいと思います。コスパ最高の梅酒なんでね、昨日見つけてアマゾンでね、ベストセラー1位ということで、サントリーの山崎蒸留所所蔵の焙煎ダル仕込み梅酒を購入してみました。皆さんこの瓶もね、高級感あるでしょ。なんとこれお値段が1264円、プライム会員さんは送料無料となっております。やはりね、プライム会員の値段が年間1000円上がりましたよね。なんか1264円のこちらのお酒も通常はね、値上がり前はなんか配送料とかついてましたけど、なんか今回は、プレミアム会員さん送料無料ということになっておりますので、お得かと思います。わざわざねお酒屋さんに行ってこれ探してもないところが、置いてないところが多いんで、わざわざ外に出て、車を出してガソリン代使って帰ってレジに並んで、持ち帰るより、昨日昨日頼んでね、たった今到着しました。こちらサントリーの山崎蒸留所所蔵の焙煎ダル仕込み梅、早速見ていきたいと思います。こんな感じでね、なんかロックで飲んだらいいという風なレビューもたくさんありますね。美味しいということで、購入してみました。早速ね、今日はいつもの話題と違うんですけど、まあ、リラックスムードで、やっていきたいと思います。5月の連休前にね、皆さん仕事で今大変追い込みで忙しいと思います。はい、そういった時にね、ちょっと食前酒として飲まれるのはいいんじゃないでしょうか。氷を入れてロックですぐ飲むといった感じで、もうごくごく飲むんじゃなくてね、ロックで飲んだらいいというふうに、レビューにも書いてありますし、ここにも書いてありますね。はい、早速今日は飲んでみてどんな正直な意見を言いたいと思います。そういった感じでね、これで1264円で送料は無料で、昨日頼んで今日届いたというのはすごいなと思いました。最近はね、Amazon もね、配送郵便局とか専用のね、業者さん多いですよね。はい、そういった感じで、こんな感じで郵便局の U パックで、届いたこちらですね。はい、こんな感じです。見えますか。はい、近づけてこの辺でピント合ってるかな。はい、こんな感じです。はい、フォーカスを合わせましょうか。はい、でこうですね。はい、ちょっと先ほど明るめに撮ってたんで、これが本当の、はい、サントリーの梅酒です。普通ね、紙パックで売ってるのありますけど、紙パックだとねちょっと安っぽい感じがするんでね、量は多いんですけど、まあ、こちら量は 660ml となっております。これで1000円ちょっとで配送料が無料ならね、お買い得と思いますので、ぜひね、5月連休前でお仕事で、追い込んでらある方、家に帰ってきてね、これちょっとクッとロックでいっぱい飲んで食前酒として、でぐっすり寝られるとまた明日への活力が湧くと思います。今日はねこちらちょっと飲んでみたいと思います。感想をね述べたいと思いますので、まあそういった動画ですね。今日は、はい、口を切りました。ちょっと氷は入れてませんけどね、ちょっとロックで飲んでみます。はい、これですね、透明のコップに。はい、入れました。ちょっと香りを、香りは梅酒のいい香りがします。なんかね、甘くなくてさっぱりとした、はい、風味だそうです。見えます、こんな感じです。琥珀色の、はい、梅酒らしい色をしております。はい、でこれが瓶ですね。
はい、今開けたところです。で、まあ、ちょっと酸化防ぐためにで、失礼します。飲んでみますね。たくさんの梅酒を今まで飲んできたんですけどね、口当たりがまろやかです。口に入れた時に適度な甘みと、その後ベタつく感じがないです。家で作った梅酒とかはね、あまり砂糖が入りすぎて、角砂糖入りすぎて飲んだ後ちょっとベタつく感じがしますけど、これ、ロックで氷入れてね、かグラスを冷やしてロックで飲むと最高かと思います。さすがね、サントリーが作った焙煎仕込み、焙煎樽仕込みですね。山崎の蒸留所貯蔵の、焙煎樽仕込みなんで、全然自宅で作ったまた梅酒とはちょっと違いますね。はい、甘みがぐっときて、その後独特のね、梅の香りと成分、その後の甘ったるさっていうのがないです。口の中でベタつく、砂糖のベタつく感じっていうのがない、さらっとした飲みやすい、食前酒には最高の梅酒だと思います。これ女性の方でも男性の方でもね、疲れを取るためにはいい、商品だと思います。今日のおすすめ商品、5月連休前に、まあ、ちょっとね、皆さん疲れてると思いますので、自分のご褒美には、1264円では、なかなかいい梅酒だと思います。ちょうどね、今ぐらいの季節飲みたいですよね。ぜひ、疲れを癒すために飲んでみてください。リンクは貼っときます。そういったわけで、今日は梅酒をご紹介しました。では皆さん、お仕事ご苦労様です。頑張ってください。ではまたです。さよなら。